あ、キューブが落ちる。ウルトで横取りする。タッチ悪すぎる。これはタッチが悪すぎる。いや、お前根に持ちすぎやろそれは。さあ、もう神に見捨てられたレオンですね。もうこれ完全に1対3の形が組まれてますね。これはもう終わりで、地雷が運命には抗えない。おお、地形地形地形、もう草むら踏みすぎて草枯れるって、そんな重いやつらで。おー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 おおエルプリも、お前それ気持ちよすぎやろ。俺もやりて。おーおーおー、ブルからの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 、遊びすぎや。お前このバトロワっていう、なんか全員が敵っていう、この極限状態で戦う世界戦の中でこいつ遊びすぎや。そしてこのエルプリモに愛されすぎやろこのブル。さあここでどうなる、どうなる、どうもならない。めっちゃ嫌われてた。さあこれはちょっとローサが厳しい。これはローサがやられてしまうが、3発当てていく。だがしかしこれはちょっと、どう、粘着力すげえ。さあ上で棒2匹、これはもうチート編成ですね。もう全部見えてるからこれ。さあ、左下のエルプリモかわいそすぎ。さあ追い込まれすぎたブロック。お前かわいそ、いやどんくさすぎやろ。このサージどんくさすぎやろ。ある、そんなん。さあモーテスがここドリブルからのウルトシュ、あ外して、え、大先輩おった。さあ右のモーティススパイク、ここでモーティスが前線を一気に押し上げる。ここでウルトシュートが決まるか。おっと、あモーティス、さあここでしっかりリコとビビがブロックを挟んでいく。さあここで倒すが、しかし新しくリコがリスポーンしてくるのを、さあここビビがしっかりしばいていくと、そして謎のリコの停止からのベルの攻撃をもらって味方しばいてキューブゲット。さあパワー14のローサとサージ、これはきつい。さあそして敵もまとも、さあここに地雷引っかかっていく。こいつはポンコツ。さあここで1対1。さあ敵は一切の妥協もなく徹底的にボコシにかかってますね。さあこれはどうやって倒す。さあここ上から挟んでの一発耐えて、ガジェットで一発耐えてからの、忘れられていたウルトでした。かっこいい。さあここのサージの左上には大量のエルプリモ、気持ち悪い。気持ち悪いぐらいのエルプリモ。さあしかし1匹だけスキンが違う。さあこれはもう圧力がすごすぎる。さあこれどうする。だがしかし別に攻撃はされていない。さあこれどうする。ウルトみんな持ってる。これはいつ試合が動くのかと思いきや、あれ全然、おお、さあ投げて飛んでの繰り返し。だがしかし一人だけ飛び方が有利。一人だけずるい飛び方してる。さあ真ん中に不吉に微笑むモーティス、そして右サイドに普通。さあこれは切りかかって、モーティスがシュートを狙いに来る。おっとちょっとパスミスからの、ガジェットからのウルトからのナイスティック、命がけでお前を守った。さあここは、全てはティックが生み出した物語。さあ残り3チーム、これで1人倒して残り2チーム。さあ敵は誰だ。おーめっちゃ強え、めっちゃ強え。これはさすがに、さあコアジェット焚いてからのウルトしばいてからの1匹、とりあえず1匹倒して、ガジェット、ラフスいっちゃん強え。さあ続きまして、見るからにコンペマップ、コンペマップの特徴でかすぎる。さあこれ地雷、おい味方殺しからの煽り散らかし、コンペマップだからできること。さあブロック3人にいじめられてますね。これはどうなる。いじめられすぎやろ、こんなん誰がどうやっても避けられんわ。てかそもそもこのマップでブロック4人ってどういうこと。さあデュエルですね。いや見せてくれ打天使。さあレオン対ローラ、いやこれちょっとレオンが有利か。あーまずい、これまずい、まずいがしか避けて。さあこれチャンス、下手くそかよお前ら。お前ら2人とも下手くそなんかい。もう可愛い2人組やなお前ら、お似合いやで。さあ続きましてバトラですね。いやうわっと、これキューブ10残るとこれはちょっとまずいが、しかしこれ燃やしてさらに燃やして、だがしかしピンチは終わらないが、しかしいやもうアンバーの強みはこの1マスのブロックでこんな活躍するところ。さあダイナティックですね。やっとエドガーとブルがおっと弾き飛ばしていく。この投げ3人のこの三重士の戦い、もう完璧な連携なんよ。さあこのままブルが来るが、さあしっかりブルを仕留めて、おい絶対的権力者の母上みたい。おい1点しか見れんくなってるモーテス、橋本環奈でもおったか。
さあこのダリルが不気味なステップを踏んでいる。おお、釣られてブルも、おおおおおい、3人とも不気味やねんてお前ら。さあボスファイトですね。さあニタが健常ですね。これは多分健常ですね。あ、1匹倒されたんですけど、あのボスファイトでね、この、まあ、1人ボスの人が健常して、あの時短っていうことをする。おい、ティックをいじめんなお前。ボスになってティックだけ倒すなお前は。ティックだけかわいそうやんけお前。まあコレットじゃねえし、別にティックはどうでもいいから許すけど。さあ1対1ですね。エドガーダリル VS エドガーダリル、これはどっちが勝つ。さあこのエドガー関係ない、闘牛をかわすかのようにかわしていくやん。さあなぜか泣いているエルプリモ、こっからどうなるこの格好。おい、シェリーに近づくな。1許された。さあキューブ77、そしてそこにエドガーが突っ込んでキューブをデリバリーしていく。さあこっちのチームが不利になるが、しかしデリバリーしていく、まあ、毒もデリバリーしていく。さあさあストゥーが未来を切り開けることができるのかと。さあ避けてウルト貯めて、避けてこのウルトの長さ、さあこれはうまい。どうなる、毒で死ぬんかい。さあわちゃわちゃしてますね。さあ誰が動くかによってこの試合の展開が大きく変わりますね。さあさあさあ誰が動く。竜巻でピョンピョンして余裕があるように見せて、実はこの中の全員が余裕がない。ウルトで全員弾いて、ウルトで弾いて、いやもう気持ちよすぎるんよここのゲイルが。大人数のゲイルがいっちゃん強い。さあ下からウルト持ちのゲイルがウルトパ、お完璧なパスをしていくが、しかし3秒しか得してね。あ出た地獄マップ。さあこれどうなる。さあこれはこれ倒した方が勝ちなんで、完璧なウルト。さあ決めてくれシシマル、シシマル、シシマル大先輩やって。うわ出たファング、あ来たよファングが、ファングが、おいファング強すぎるって、どうにかしてくれこいつを。誰が止められるんこいつ。さあバズ対コルト、これはどっちが勝つ。さあバズがガジェットで近づいてピヨーン、実はバズが助かってる。さあまたまたバズ、こっちはウルトが溜まっている。さあもう諦めたと見せかけてガジェットで盾にしていく。天才おった、その手があったか。さあパワー11のプリモとバイロン、これは厳しい。そして相反するはティック、そしてマックス、いやこれはもうマックス次第ですね。ティックはどうしようもない。さあとりあえずガジェットで弾き飛ばしていく、これはいい役目を果たしましたね。なんですけど敵のバイロンが一撃あたり3000プリモを回復していく。これは厳しすぎる、これは厳しすぎるがどうなる。さあちょっとチャンス、ちょっとチャンスがやってきたんだが、しかしこれはどうなる、どうなるどうなるどうなる。おっとここでプリモしばいて、そしてバイロンだけ。もうようやったなお前ら。